ドメニコ・クアーリョは北、イタリアを出自とする芸術家一族、クアーリョ家の出身の画家である。建物を主題に描く、建築画のパイオニアで、劇場の装飾や版画家としても働いた。北イタリアのコモ県のライノを出自として17世紀から20世紀にかけて多くの有名な画家、建築家を生んだクアーリョ家の出身である。ドメニコ・クアーリョはミュンヘンでバイエルン王国の宮廷建築家を務めたジュゼッペ・クアーリョの11人の子供の一人に生まれた。兄弟には風俗画を得意としたロレンツォ・クアーリョ2世がいる。父親から美術を学んだ後、ミュンヘン美術院でヘスやメッテンライターに版画を学んだ。同時期に学んだ学生には、ペーター・フォン・ヘスやルートヴィッヒ・グリムがいた。1803年からミュンヘンの宮廷劇場の装飾の仕事をし、1808年から1814年の間は舞台芸術家として背景の建物など舞台装置を描いた。ドメニコ・クアーリョはミュンヘン美術院の画家として、建築画を描くことを始めた画家であり、ロマン主義の時代の街景画を描いた代表的画家である。ドイツ各地、ライン地方、オランダ、フランス、イタリア、スイスを旅して、中世の教会や宮殿、城や遺跡や役者の建物などを描き、版画作品にした。1832年から、ホーエンシュバンガウ城の再建と装飾の仕事に従事したが、完成する前に、クアーリョは死去した。1819年に結婚し、4人の娘と3人の息子が生まれた。娘の一人は、動物画家のベンノン・アダムと結婚した。ありがとうございます。